青柳陽一郎、篠原剛、豊田裕樹、伊藤裕太、北村至、三笘正志、そして江田健二代表でした。どうも皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。私江田健二は党代表として、比例重複立候補はあえてせず、自らの選挙区には一日たりとも入らず全国駆けずり回ってまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。本当に今日はありがとうございます。どうもありがとうございました。これをもちまして維新の党今回の選挙の第一声の街頭演説を終わらせていただきます。これから13日までしっかりとこの県の中回ってまいりますので、どうぞ皆さん応援をよろしくお願いいたします。特に別に何もなかった。